まだまだ行くぜここからのストーリー、ドラマ撮るを勝ち抜くぜ。 So we 飛ばして燃やして焦がして胸の闘志、過去も今も常に俺は闘志、やがて雨明かりそして光さ。電話に出るとき、小学生、もしもし、中学生、もしもし、高校生、もしもし、渡辺梨沙の場合、もしもし、あのね、この動画に落ちなんて何もないよ。無駄な時間お疲れ様でーす。あなたの心にちょうだー。どうも、アイダンです。どうも、ロディオンさんです。ロディオンはぁ、おい、この課題今日までだぞ、分かってんのか先生、忘れたんだな。はい、今日の朝ごはん味噌酢だっけな、ちょっと覚えてないからお手本見よう。今日の朝ごはん味噌酢、より一入りの味噌酢、味の保証はナッシング。なんか違うやつに変わってる。エルさん、坚持不住了。我心里一直有个梦，想去嵩山少林学武功，就像电影里帅气的超人，卸下长衣飞檐走壁。今日の朝ごはん味噌酢。ストミーってやつめっちゃ音痴だな。よりひとさんへ、あなたのプロフィールへ、この横の点点点を押して、ツッ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 ホウめっちゃ噛んでるやん。今から懸垂100回できたら俺と付き合ってほしい。いきます。やっぱ無理、付き合おう。これは本当にあった話なんですが、うちのお母さんがチャンカパーナを歌ってたんですが、その時ベビーチャンチャンチャンチャカパーナチャンチャカパーナって言ってたんですよ。ニュースのメンバーである手越くんが一人だけいたとします。そうすると簡単に破けてしまいます。ただニュースの小山くん、加藤くん、手越くん、増田くん、この4人が揃った時、あ、